夏真っ盛りでございますが、夏対策などは。夏対策、うん、もうもっぱらエアコンの中でお仕事ですか。いやもうだからとにかく外へ出ないに水分を取る。3昼間は仕事をしない。涼しい時を選んで、まあ、できるだけ夜の方がいいですよね、やっぱね。水分はなんかその取るんだけど、この前なんかあの言われたんですけど、水を飲むのはいいっていう、はい、水をお茶を飲むのはいいっていうのは当然なんだけども、継続的に飲まないとダメですね。ガーッと飲んでお腹タポタポではダメらしくて、それは結局そのまますぐ出ちゃうので、うん、ずっと一日中水を取る、水分お茶を飲み続けるんですよ、ね。だから仕事部屋のところをペットボトル置いておいて、それは心がけてますけど。なるほど。私もなんか大雑把な性格なので、うん、あんまり気にしないでいたんですけど、今年はやっぱりそのペットボトルをこう包んでくれるケースとか、はいはいはい、あとはね発見したのはあの首が冷たくなるやつ、はいはい、あれがね今ねヘアバンドになってバニーちゃんみたいなのがあるんですよ。こっちも冷えてこっちも冷えるみたいなのをちょっと発見して、結構なんかやると快適なんだなっていう。そ豆のことしたことなかったんですけど、でもさすがの暑さに、まあこんだけ暑いとね、ゴム売りをなさらないようにですね、水分を豆に取り、できるだけ外に出ず昼間は無理をしないと。いや夏を楽しんでください、うん、はい。ホーリン高木の検体しようぜ。今回ご紹介する端末は au Xperia UL SOL22。 まずはじめにスペックから紹介していきましょう。サイズは高さ 135mm、 幅 71mm、 厚さ 10.5mm、 重さおよそ 145g、 5.0 インチフル HD 液晶、 1920×1080 ドット、 Android 4.1 搭載、 CPU クアルコム AP9-8064、 1.5GHz クアットコア、内蔵メモリー ROM 16GB、 RAM 2GB、 バッテリーは 2300mAh、 オートフォーカス対応、有効1310万画素カメラがメイン、サブは31万画素、マイクロ SDXC メモリーカードとなっております。皆様やっとやっとご紹介します。今回は au から人気の Xperia でございます。なんといっても大きなディスプレイ、そしてデザインがとっても綺麗です。カメラの連写モードも見逃さないように。携帯ピックアップです。今回はこちらの端末です。 au の Xperia UL SO22L ということで、カラーは3色展開になります、はい、後ろ見ましょう。ホーリー先生からホワイト、そしてブラック、ピンクという3色展開になっています。はい、 au の夏モデル、うん、まあ発売は最も早く Xperia いよいよ au で登場みたいな感じで非常に話題になったモデルですが、はい、ちょっと遅くなりましたが、まあ、こちらをご紹介したいと思います、はい。まあ、去年出たあの Xperia の VLSOL21 って、うん、まあ、あれの後継と言いつつ、実は、ドコモの Xperia Z の au 版っていう見方もできますので、うん、ね、これ、まあ、au の端末ですが、まあ、せっかくそういう話題になってるので、はい、せっかく一緒に持ってきたんですけど、簡単に言うと、ドコモのこの、はい、Xperia Z。で、これ、今年の前半最大のヒットでしょうねという感じで、うん、まあ、全世界的にも今もまだ、どんどん次が出てきて、まだまだ売れてるんですけれども、はい、これが売れてますと。で、そんな中、ちょうど2月の終わり、3月の頭ぐらいのバルセロナであった、モバイルワールドコングレスの時あたりに、au さんが、うちからも Xperia Z 出しますぜっていうふうに、まあ、おっしゃって、今回この商品が出てきたという格好なんですけども。なんかこう、発表前にそういう、こう、出しますぜっていうことを言うっていうのは、割と多いことなんですかね。いや、あんまりないと思いますね。非常に珍しいケース。例的には珍しい。非常に珍しいと思いますね。なんでそういうことをしたのかというと、まあ、裏を返すとですね、まあ、ドコモのこの Xperia は非常に調子よく売れてましたと、au としては、まあ、うちもやってんだけど、もうそろそろ出てくるんだけどな、ここでなんかみんな向こう買われちゃったら嫌だなと思って、期間を募らせて、まあ、事前に明らかにしたっていうのが、まあ、割と、こう、まあ、深読みですけども、そうだろうということもあって、やっぱりそれぐらい、この Z は、その、今までのモデルと比べるとだいぶ違う感じのデザインのテイストとかも変わってるので、うん、まあ、大きく違うモデルということなので、まあ、その新しいものはうちにもちゃんと出ますよということを、まあ、彼らとしては言いたかったというところなんですけども、はい、でこれをベースにしてこれを作ってるっていう格好なんだけども、実は
こう細かく見比べていくとだいぶ違うという話なんですけども、まずですね、 Z っていうのは、まあ、さっき言ったその評価されている部分とは、表面がまあ当然ディスプレイは当然なんだけども、背面側のこのガラス処理が非常に綺麗だよねっていうのがあって、あとこの周りのこのフレームの部分ですね、こういうところが綺麗ですよねって話があった中で、まあ、今回の商品ってことなので、じゃあこっちはどうなのさっていうと、こっち側はラウンドフォルムというか、少しこう背面が少しカーブしてる感じ、少し盛り上がってる感じ、まあ手にフィットするような、こう持った時にも痛くない感じは、これはまあそうなんですけども、背面は実はこっち側の Z の時は完全に固定式の、もうこれでもうこの形で変わりませんと、こいつは実はここのところで背面のこのカバーはこんな感じでパリパリと外れますと。電池パックも実は外れる構造になっていて、まあ、ここは実は全然違うと、うん、それから、まあ、Xperia のこの Z もそうだし、まあ、今回のこの UL もそうだし、どこまでこの夏出てるエースもそうですけども、一つの特徴であるのはこの側面のこの電源器、まあ、ここはやっぱ同じようにして、ね、まあ、側面電源器あります、うんうん、でその下にまあ思想式のボリュームのキーがあるんだけれども、そのさらにこっち側のモデル、この UL の方に関しては下のところにさらに、もう一つカメラキーっていうのが実はあります。でもう一つ、外見周りでもう一つ大きく違うところは、実はこっちのモデル、この UL の方はこの下のところに通知 LED が埋まってます。電話がしたりとかメールがあった時にここが光ったりするんで、ところがこっち側はこの上のところについてるだけなの で、うんうん、でちっちゃい点がついてるだけなんで目立たないという格好なので、はい、まあ、この辺はやっぱりだいぶ違うかなという感じだと思います。スペックに関しては、はい、まあ、ほとんど同じなんですが、はい、例えばディスプレイ5インチフレッチレーだし、一つ違うのはフロントカメラ、もう少しカジュアルな層の人にも売りたいって思いつつも、やっぱりここはこうなっちゃったかっていう気はするんですが、実は Xperia、 このドコモ方の Xperia Z は220万画素、うん、しかも裏面照射型なので暗いところでも強い、自分ドリブもバッチリ OK、 バッチリ OK なんだけど、こっち側は31万画素なので、まあ画素数的には1ランク2ランクもとかな押しちゃうのと、今出てる情報では裏面照射ないということになってるので、まあちょっとそういう意味で言うと、カメラのこのフロント側は少しスペックダウンと、はい、でロムラムなどは同じで、ワンセグお財布赤外線、いわゆる三種の神器は全く同等なんですが、 Z のワンセグは実はアンテナが外付けでした、うん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 、とこいつはちゃんとこんな感じで内蔵してくれてるんで、まあ、非常に安定した環境で見ることができる。それからあと防水に関しても全くこちらもこれも当然防水対応なんだけど、うん、実は IPX58 どこの方は IPX5 と7なので、7と8は何がちゃうねんって話なんですけど、うんうん、7は水の中につけておいてしばらく30分経っても引き上げても電話できますってことだけど、もっと長い時間こいつはつけてても大丈夫で、アプリとか同じなんですが、一つ結構いいところは急速充電対応です、はい、あ、そう、よかったです。なので、まあ、電池がなくなった時も割と早く充電ができるんですが、急速充電のために結構大事なのは実はAC アダプターです、はい、従来の AC アダプターだと当然出力が弱いので、急速充電対応だけど時間はたっぷりかかります、ね、なのでだからやっぱり高出力の AC アダプターがいいでしょうということで、ちなみに AU の中では AU の共通04っていうAC アダプターがあります。でこれ 1.8 アンペアの出力があるので、これを用意していただくか、あるいはまあサードパーティー製ということになると思うんですけど、このパッケージにはついてないので、ね、それがちょっとね、なんかせっかくならつけといてほしいかな、かなって気はするんですよ、欲を言えば。そう、あとはまあ内容的に見ると、まあ、ほとんどスペックとか、まあ、ソフトとか同じなんですけども、うん、全体的に言うと、まあ、世代は同じなんだけども、はい、少しこっちの方がまあ、いろんな細かい部分は新しくなっているのかなという感じがします。それからカメラですね、はい、カメラは背面が、まあメインのカメラなんですけども、 XMO RS4 モバイルというのが搭載されてます。でこれは新しい、構造のやつで、はい、裏面照射積層型センサーというものなんですけども、はい、従来よりも、小型で高画素化ができるとか、ノイズを減らすことができるとか、うん、まあ、高画質に撮れるみたいなメリットがあります、うん、まあ、一段、まあ、新しい世代のもので技術的にも非常に新しいチャレンジをしたセンサーが中で使われています。先ほどお話したそのカメラのサイドキーの部分なんですけども、ここにまあありますと、これをまあ押してもらって起動することができるんですが、実はこんな感じで、よいしょ、いった、ここで、はい、で、うん、すごい撮られてんだけど、今こうやったんですが、実はですね、もう一個方法があって、画面オフから、いったいったいった、おっていう感じで撮れます。もちろん
ロックの画面というのも当然あるんだけれども、はいはい、まあ、こういう使い方もできるので、いいでしょう。今と同時に起動と同時に撮影とか起動のみとか、うん、動画で起動とかその辺のモードはこのキーの押し方に関しては、まあ、カスタマイズすることができます。今、普通に撮りましたけど実は連写にしてですね、すごいすごい、秒4枚10枚15枚で、無限連射が可能と。15の時だけちょっとあのサイズがあのエッジで1280から720になるんですけども、うん、こういう連射ができますん でこれ何がいいかっていうと、うん、お子さんなんかを撮る時には、うんうんうん、動き回るものね、そういうものを撮る時にはこの連射って非常に有効なので、はい、前から、ね、連射ある機能ではあるんですけど、うん、こんだけ早いとやっぱり、まあ、あと無限で撮れるのは結構やっぱ大きいんで活用していただきたいかなと思います。はい、はい、それから撮影機能に関しては普段はこういう形です。これ、まあ、ゆきちゃんは今撮ろうとしてますけどこの左上のここのところに、まあ、なんか金色っぽいこのマーク、カメラのマークが出てますけど、これプレミアムお任せオートって言ってですね、基本的にはこれで自動認識させて撮ってればあんまり失敗することはないです。勝手に認識して12のシーンと3つのコンディションで合計36のシーンを認識してくれるそうなので安心して撮れると。勝手にシーンを認識してるんですね、ですです、これでね、はい、これは楽だと思います。なるほど。でもう一個あるのはプレミアムオート以外にシーンを自分で設定できるのがあるんですけど、うんうん、これ実は、どこだかシーンセレクションというのがあります。美肌とか、まあ、ソフトスナップとかあるんですけど、うん、意外に面白いのが夜景&人物とか、お 大事手持ち夜景とかビーチとか、はい、スノー、うん、スポーツ、あー雪の上ね、そうね、こういうのも使って組み合わせて使ってもらうと、はい、いろいろ綺麗な写真が撮れますと。あともう一つはこれはこのセンサーの性能を生かすことにもなるんですけど、はい、HDR という機能があります、うんうん、で、まあ、これいくつか最近他の機種でもね、うんうん、採用されてる機種が多いですけど、これ HDR の動画撮影にも対応してますんで、うん、まあ、かなり、綺麗に撮れるんではないのかなと。ユーザーインターフェースに関してはこれソニー独自の、いつものソニーのホームアプリが載ってますと、ね、アプリケーションの一覧があって、まあ、これも左右式なんだけど、これは、カスタム順もできるし、アルファベット順とかも選ぶことができます。であともう一つですね、このいわゆるいつものこの Android のこの設定メニューの中にですねエクスペリアという項目があります、うん、でここを選んでもらってここにシンプルホームっていうのがあります、うん、シンプルホームを設定するとどうなるかっていうのをちょっと見ていただくといいんですが、こんな感じです。いわゆるそのマトリックス型で携帯っぽく分かれている画面がこれが最初の画面と、短縮の 1,2,3 が並んでて真ん中に E メールがあってツールって選ぶと少し開かれてこの中にまあよく使うツール類が出てくるみたいな感じの構造になってます。だからエントリーの人、初めてそのスマートフォンを使うような人にとっては結構便利な機能ですし、画面に関してもこれ今普通にこういう標準の設定してますけど、画面のカラーとかテイストも自由に変えられるので、うん、まあ、結構その辺のプリセットの内容が充実しているのはソニーらしいというか、うまく演出しているなという感じがします。それから機能チェックですけど、はい、Wi-Fi の簡易設定は WPS、まあ、これはピンの対応ですね。で、それから画像編集に関してはありません、うん、それから着信拒否もこれちょっと残念なんですけど、ネットワーク側の端末での対応をするか、あとこれ AU の端末最近多いんですけど、スマートパスで加入できるというのもあって、ウイルスバスターですね、ウイルスバスター側で着信拒否を対応しましょうというのもありますと、はい、それから伝言メモの機能はありません。だからちょっとそういう意味で言うと通話系はちょっと足んないかなみたいな気がするんですけど、まあ対応できるものはあるので、そこはうまく自分で工夫して使ってくださいと。まあ非常に全体的に見るとぶっちゃけて言いますけど、ドコモの Z よりデザインに関してはちょっといろいろ賛否両論あるかもしれないけど、中身に関しては一歩先行ったかなって、まあ、半年分の差は出てますよねっていうのはやっぱりあると思います。私デザインすごいいいと思います。このピンクはやっぱり非常に綺麗でいいと思いますね。エクスペリアらしさも残しつつという感じなので、うんうん、そうですね、すごくいいと思います。はい、はい、じゃあズバリいいところ悪いところいきましょう。はい、それではズバリいいところ悪いところです、はい、いいところからお願いします。はい、いいところいきましょう。じゃじゃん。美しいボディデザイン、十分なハイスペック、ソニーならではのエンターテインメント。これは説明するまでもないですけど、まあ、デザイン的には非常に美しく綺麗にまとまってるし、この背面のこのカラーとかもすごい綺麗だし、うん、今回このピンクだけじゃなくて
ブラックあんまり触らない。このブラックのこの触り心地の気持ちよさなのか気持ち悪さなのかよくわかんないんだけど、このヌルヌル感はですね、もうちょっとしばらく触っていたい感じ、いい感じだと思いますね。あとまあスペックに関してはまあ全く不満がないので、まあご印象で、まあ今、今年買うんであればフルエッジで以上に行きたいっていうところを考える意味でも、まあ非常にまあスペックは満たしてるし、ここは申し分ないでしょうと。であと今日あまりご紹介しませんでしたが、やっぱりまあソニー製品とソニーのそのソニーモバイルのスマートフォンといえばウォークマンのアプリとかムービーとかまあいろいろ一通り全部ついてますんでいいのかなと。でまあちょっと音楽もまああのソニーモバイルですけどいつも通りあのこのこれを入れてます、これをあの入れておきましたけども、こういうのも含めてですね、まああの非常に楽しめるあの内容になってると思いますし、ソニーのサービスですね、ビデオアンリミテッドとかいろいろありますけども、うん、こういったものも楽しめるん でなおかつ au のサービスも楽しめますから、そういう意味ではエンターテインメントを満喫したい人にとっては非常にいい端末と、完成度は高いなと思います。なんか au のエクスペリアっていうのがもう定着しましたね。まあ、 やっぱりうんと思います。楽しめる端末になってると思います、うん、はい、はい、では悪いところあるのかな、行ってみましょう、はい、お願いします。はい、では悪いところ、まあ足りないところも含めいきましょう。はいはいはい、Xperia Z とは似て非なるもの、はい、イヤホンがキャップレスじゃない、うんうん、女性ユーザーには大きめ、似て非なるもの、似て非なるものっていう、まあね、あの結局ここは非常に難しいと思うんですけど、綺麗にまとまった端末だと思うし、非常に完成度高いと思うんですけど、その2月や3月にいやうちからも Xperia Z 出ますよって言われた時に出てたら、みんなが知ってるものはやっぱりこれなので、うん、これは違うよなやっぱな。ガラスのこの感じが結構まああのいいよねみたいな感じの声が多くて、この周りのフレームとか含めて、ね、それに対してやっぱこっち側って、まあ、今回のこの他にも出てる Xperia その AS なんかもそうだし、周りの色のついたボディに対してこの黒いディスプレイの部分がこうフラットに乗ってるっていうのは、まあ他社にも、まあ、ちょっとよく似たデザインが半年ほど前にありましたから、同じ au のラインナップの中にも見ていただければ分かると思います、カタログを。だからそういうのをやっぱり見てると、ちょっとやっぱりお客さん的にあ違うくねみたいな感じの思う人はいるかなと思います。そこはやっぱり似てるけど違うものなんだっていうことをやっぱりちょっともう一回ちょっと au さんに言っておきたいのと、これですね、イヤホンがキャップレスじゃない、うん、まあ、ここはやっぱりあの他社がもうほとんどキャップレスになってきてるのに、キャップレスじゃないのはちょっとまあそのいろんなグローバルとの兼ね合いもあるのかもしれないけど、マイクロ USB もキャップレスになってる会社がある中で、 3.5 もそのマイクロ USB も全部キャップレスじゃありませんと、キャップ付きの防水ですって言われると、ましてやソニーはエンターテインメント その楽しめますよって言ってる割にはこれはキャップなのかよみたいな気がするんで、一応フォローしておくと、はい、まあ Bluetooth 使うよねっていうところもあるので、うん、まあね、そうね、まあね、なのでまあまあキャップでもいいかって気がするんですけど、うん、でも他社がこれだけキャップレスでできてる中で、ね、デザイン的にこう綺麗に仕上がるとかもあるんだけど、うん、まあそこ工夫するのはやっぱり、うん、まあそうですよね、うん、そこはソニーさん腕見せ所じゃないんですかって気がするんで、はい、ちょっとこれは次への宿題というか今後に期待ということですね。あと、まあ、女性ユーザーには、うん、大きさに関してはこれ結構非常に微妙だと思いますけど、それなりに大きいと、うん、で大きい端末の中で最近はこの前 の富士通の端末とか、あるいはあのパナソニックの端末みたいにこう画面がビュッと動いたりとかいろいろ工夫してるんだけど、そういうものは一切ない、あなたの手も大きくしてくださいっていう感じがしてですねちょっとまあまあ分かるんだけどねみたいな。でもなんかそれこそじゃあきっと Z と比べたら私は持ちやすくなってると思う、うん、そうなんです、実は Z と比べると、うん、よっぽど Z の方が大きいよ、縦はあの、はい、少し Z の方がでかいし、幅はもうほとんど同じなんですけど、なんか角張り方とか考えたら、そうでこっちはやっぱり板っぽいんだ、ね、こっちがやっぱ背面に少し盛り上がってる分、うん、まだこう持ちやすいと、これ女性ユーザーにはいいですよ、うん、優しい、だからゆきちゃんの手の大きさ、うん、体格だから OK であって、うんうんうん、やっぱり手の小さい人にとってはちょっとしんどいのかなって気がするんで、ね、少しここはなんか工夫も、うん、もう一息本当はでも軽いよ、すごい軽い、そうですね、うん、まあ、あの非常によくできた端末だと思うんですが、うん、まあ、ちょっとそこは女性の方でもしお買い求めになる方は一回触っていただいた方がいいと思います、うん、そうですね、はい、非常によくできた端末だと思いますので、うん、ぜひ皆さんもですね、あのお店でまだまあまあまだそんなに大丈夫かな、まだまだ買えると思います、はい、大丈夫と思いますので、ぜひあのお店で触ってみてください。はい、はい、さあ How to 携帯です。今回はこの猛暑の夏、うん、バカンスでございますよ。皆さんもバカンスの計画もあると思うんですが、はい、ここで便利なものを紹介していきたいということで、地図アプリなんです。
はい、はい、Android のスマートフォンには地図アプリがいっぱいあります、はい、で私もあのオーディション行ったりとか、はい、じゃあ夏祭り行ったりとかの時にはよく使うんですけど、はいはいはい、現在地を見る、はい、そして経路を調べる、はい、ここまではね結構使えます、まあ、使いますよね、うん、はい、もっとその先を行きたいなと、便利な使い方がもしあれば教えていただきたいというのが How to でございます。はい、今ゆきちゃんが言ってくれたみたいに、その現在地の確認と、うん、まあ、経路検索、うん、まあ、乗り換え案内とかですよね、うんうん、この手が使えるというのは、まあ、皆さん、まあ、よくお話になって、で、まあ、それは確かにそうなんだけども、うんうん、スマートフォンって、やっぱり、パソコンとその連動して使うことのメリットって実はあるじゃないですか。スマートフォンってどういう経緯でできたかっていうと、まあ、携帯ほら足し算、うん、要するに携帯にカメラつけて何つけてお財布つけてってしたけど、スマートフォンでこうパソコンでやってたことをどんどん小さくしてて、ここのサイズにまとめましたって格好なので、うんうん、パソコンのサービスとの連携って非常によくできてると。だから例えば Gmail もパソコンで見てるんだけど、うん、スマートフォンでも見れますよねって格好なので、これは地図も同じことですと、うん、本当にもう初めての方のために、はい、誰でもみんなよくして一番簡単だからいくと、はい、例えばまずはスマートフォン、はい、まあ、スマートフォンで起動するとマップが出ます、うん、現在地、現在地、はい、現在地出ます、うん、で現在地出ますんで、ここで何か探したいときはこの左下のこの虫眼鏡、はい、虫眼鏡ね、はい、検索の時はそれ、そうです。でここをやってもらうとここになんか入力ができるんですけど、はい、今日はいらっしゃいませんけど、どこぞの釣りの、うん、お姉さんの本拠地は本拠地近くで、江ノ島水族館ってのはちょっと新江ノ島か、検索するとですねこんな感じですぐパッと見つかります。新江ノ島水族館、うん、もうこっちが後ろの海ですね。この新江ノ島水族館のところをピッとタップしてもらうと、はい、こういうふうに表示がされます。出た。でまあここで、まあ、当然のことここでその地図とか経路とか通話、まあ、うん、か電話をかけていつ空いてますかと、まあ、そういう情報もホームページは見れるんだけど、ここでおお、なるほど、江ノ島水族館分かりましたと、うん、分かったら、うん、分かってこれ、まあ、こういうとこできました、うん、でこう検索したら覚えておいてほしいんですけど、この真ん中の上です、うん、星、この星をタップしておいてください、うん、要するにブラウザで使う時のお気に入りに登録と同じです。あ、そういうことだ、はい、でこれでマイプレイスに登録されます、うん、はい、でこれができたので、うん、はい、次パソコン、今度パソコンが出てきましたね、はい、パソコン新しくないですか。えちょっと新兵器登場です。まずパソコン、これ何ですか。これはこれマイクロソフト のサーフェスプロってやつですね、はい、タブレット的なパソコンだと思ってなくて、なんかパソコンの説明になっちゃった。こういう形で、まあ、タブレットとしても使うことができますと。本当だ。ここでブラウザピッとやって、まあ、ここで起動して入りました、うん、ここ Windows8 ですね。こんな感じでこうキーボードでガチャンコってやると、で立てるときは背中をこう足を出さなきゃいけないんで、こう足をピッと出してもらって、いつの間にかこうやって開けると、まあダダダとできると。普通に Google マップのページを表示します。今 Google マップこんな感じですよって出てくるんですけど、これ Google マップが出てきたら、これまあ今新しいバージョンの Google マップがちょうど公開始まったものなんですけど、まあちょっとこれもこれでまたいずれやりますけども、この時に必ずこの右上、ここにログインってあります。あります。これログインします。ログインの画面が出るんで、ここで皆さんが、もうゆきちゃんもそうだけど、お使いの Android のスマートフォンの中に設定した Google のアカウント、うん、Gmail のアカウント、うん、必ずみんな持ってるよね。持って入力します、はい、何が変わるかっていうと、何も変わらないんですが、同じようにして地図の画面がこうやって出るんですけど、ログインしたんでアカウントが表示されてます、うん、でここでですね、左側のこっち側のところにマイプレイスってのがあります。ピッと押します。そうするとマイプレイスタタタタタッと出てきます。今ここにほら新江ノ島水族館ってのが出てくるんですよ。でこれをタップしてもらうと、ほらさっきと同じ新江ノ島水族館の画面が出てくる。今まさにこうやって選んでここに出ているこの星印をつけたものは、ここにちゃんと一覧として並んでるんです。星に黄色がついてる。こうやってお気に入りを集めていくと、うん、だから例えばゆきちゃんも普段こうやってスマートフォン使ってるじゃないですか、うん、で今度どこ行こうかな、何とかなってこうやって見てて、地図を見ていて、例えばじゃあ美ら海の水族館とか、夏なんです水族館で行きますけども、美ら海がいいとか大阪の海遊館がいいとか、ここ選んでいって、うん、あ、ここなんだここなんだと思って気になったら、とにかく星をつける、ね、うん、そうすると星をつけていくと、こうやって形でいつでもお家へ帰るときにパソコンでこの星を確認で場所を確認できます。 Google マップはここで見れますから、はい、ここで終わらない、この先がもう一個あります、はい、ここに実はですね、
新江ノ島水族館以外に葛西海水、葛西臨海水族館、うん、海遊館、うん、八景島シーパラダイス、うん、沖縄美ら海水族館と、もう、うん、とにかく水族館ならね、もうとにかく日本入ってないの、あと鳥羽の水族館ぐらいかみたいなぐらいもっとあるんですけど、はい、本当はね、有名どころだんだんだんと集めて、うん、でこうやって集めていくと、うん、もうここばかりもなんか大量に出てくるじゃないですか、うんね、うん、だけどこの中にはきっとレストランも入れたいだろうし、うん、なんかじゃあどっか自分の行ってみたいそのなんかショップもあるだろうし、うん、たくさん溜まっていくじゃないですか、うん、で困るので、うん、ここでですね、うん、何をするか、はい、この画面のところでここで地図を作成というのがあります。地図を作成というのをタップしてもらうと、ここでタイトル無題って書いてありますよね。でその下になんか説明って書いてある。さらに下に一般公開限定公開って書いてあります、はい、地図をここで、まとめることができます。でこんな感じで水族館って入れていただきました、うん、このねタイトルで下なんか説明があったら自分で入れてください、何でもいいです、うんうん、でこの下のところに一般公開と限定公開があります。でこれ一般公開にしちゃうと誰でも見えちゃうので、お限定公開にしてください。気をつけないと、はい、ここね大事です。でこれでまあ保存完了してもらって、したら水族館っていう、まあ、簡単に言うとこれフォルダができたと思ってください。でまたさっきのこのマイプレイスのところを選んでもらって、例えば今葛西があるけど、うん、じゃあ葛西を表示しますと、葛西の水族館をこうやって表示したら、はい来ました、うん、でここの時に今度保存っていうのを選んで、うんうん、したらマイマップに保存、どこの地図に保存しますかって水族館というのが出てきます、はい、でここで保存してください。で今あのマイマップを保存したんで、保存したらマイプレイスのところ見てこの水族館ってのがあるので、この中を見てもらうとこんな感じで今水族館に葛西が登録されてると。本当だって書くなります、うん、でここから先ちょっとこれはこうめんどくさいんで口頭でいきますけども、はい、同じようにしてですね、うん、新江ノ島水族館も保存し、うんうん、それから海遊館も保存し、八景島シーパラダイスも同じようにして、さっきの水族館のところに保存します、うん、沖縄美ら海水族館も同じようにしてマイマップの水族館に保存しますと、うん、全部保存したら、うん、ここでマイプレイスでマイマップをこう開いてもらうと、まあ、こんな感じで葛西、海遊館、八景島、美ら海とここに並んでますという形で整理をしていくと、うんうん、まあ、整理がつきますと。うん、なんですが、うん、ここで終わらない。いよいよスマートフォンに戻ってきました、はいはいはい、このスマートフォンの中でお出かけしましょう、お出かけしましょうって、はい、まあ、地図を表示してます、うん、今一概にいますと、うんうん、そしたら今度はここの右から2番目のこのなんか紙切れが重なったようになったやつ、ね、うんうん、これを押してもらいます。レイヤーです。これでメニューが表示されます、うん、でここにマイマップを選んでもらって、うん、水族館を選んでもらうと自分で登録した水族館が日本全国それぞれこうやってこう全部こう、おー出てきた、出て、本当だ、大阪海遊館全部一気に出てくんだ、はい、今日は今水族館シリーズでこうやってやってみましたけど、例えば神戸に行きましょうって言った時に、うん、神戸に行こうと思う時に神戸の地図見てるじゃないですか、うん、ここみたいな、ここみたいなって見てたら、うん、どんどんそれをスマートフォンでもいいしパソコンでもいいから、うん、Google マップでどんどん自分のマイマップに登録してるわけ、うん、神戸旅行とかでいいから、うん、偉人館とか、うん、六甲山牧場とか、うん、なんかやってくるじゃない、まとめていく、うん、で出来上がったら今度は現地に着いた時にその例えば神戸のマイマップを自分で表示して、ね、ここに行きたい、はい、でルートを検索ってすれば、毎回毎回いちいちそのなんかじゃあ場所を入力する必要はないので、旅行を計画している段階でどん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 その自分のマイマップに情報を登録していくという使い方をしていただけると非常に便利なのかなと。なるほど。もう一つ、はい、もう一つある、地図といえば皆さんきっとお困りでございましょう、iPhone ユーザーの方、はい、うん、この番組のスタッフの中でもうなずいている人が約2名ほどいましたけども、はい、要するに残念ながらあのだいぶ良くなったとは言うのはあるんですが、やっぱり iPhone は何が今つらいって、あの新しいバージョンだとほら地図が Apple のマップなんだけど、これがあの非常にふわーと言っちゃ申し訳ないんですけども、あまり情報量が多くないと。そうなんだ。で今の Google マップみたいなことがやっぱりできない。もちろん iPhone とかの Google マップを使ってもらうのも手ではあるんですが、一つご提案したいのはですね、意外に便利なのが Yahoo 地図。例えば今ここにまさにこのインプレッションあるあたりをこうやって表示してるんですけど、
ヤフー地図非常に情報量が多い。当然これヤフー地図なので、うん、パソコンのヤフーで基本的にやってる情報が同じアカウントを設定すれば同じようなことができるので経路検索とかもまあできますんで、うんうん、そういう意味で言うと、うん、iPhone の方はこのヤフー地図をうまく活用していただけるといいのかなと、うん、iPhone の方はとにかく、ヤフー地図これをうまく使っていただけるのがぜひおすすめ で解決だね。なんで、ねまあアンドロイドの人だと、ね、Google マップということになってなりますけども、ね、出かける前にですね、はい、ぜひいろいろ情報を登録して必要な情報をサーバー側に貯めておいて、うん、それをパソコンでも見るスマートフォンでも見る場合によってはさっき限定 URL ってありましたけど、はい、一緒に旅行に行く人の仲間のうちでその地図を共有してそうだ例えばゆきちゃんとはっちゃんとひとみちゃんで3人で旅行行くから3人でその行きたい場所をその3人旅行マップのところにどんどん情報登録していくみたいな使い方もできるので地図をぜひこう、うん、うまくこういう形ですね活用していただけると、はい、パソコンも大事なのでぜひですねうまく連動して使っていただけたらと思います、うん、はい。さあ au のエクスペリア ULSOL22 はい、はい、お伝えしましたが今日はあの Z との比較の話ばっかりちょっとしちゃったんですけど、うんうん、まあそうは言っても au の中でまあ今ね人気機種ですし他のなんか端末に比べるとやっぱり非常に完成度が高くて、うんまあ、今回でも夏はなんか4機種とも非常に完成度高いんだけど、うん、特にあの国内3社はまあちゃんと防水対応でもあるし、うんうんうん、あの安心して使えるスペックが全部揃ってるんでそういう意味でも非常にいいのかなと。これ充電は、ガチャンコあるんですか。そうです、あの卓上ホルダーです。卓上ホルダー、うんうん、付属してます。今日はなぜか、うん、何借りられてないんですけども、うんうん、ちゃんと付属してますね。ここガチャ横ですね。そうです、はい、横ガチャでございます、うんうん、その時につなぐ AC アダプターをですね、うん、ぜひさっき言った急速充電対応の共通04を用意していただけるとあそこまで一緒に付属してくれっていう。そうできればそれぐらいあってもいいのかなって気がしますね、はい、ぜひ、まあ、あのお買い求めになるときはあの AC アダプターもし可能であれば一緒にお買い求めいただいて、ね、必ず高出力の新しいタイプのものを買ってくださいね、うん、はい、ということで、はい、ぜひ皆さんもお店で試してください、はい。